はい、午後4時の松之瀬、海岸付近、海の上、展望台からお送りいたしますけれどもね。はい、まあ今日はですね、いろいろと、まあ、考え事があって、この海の上展望台でね、ちょっとぼーっとしてしまいました。はい、今日はこちらの V7、ストーンですね。はい、ウィンドスクリーンがね、新たに、つきましてね、まあ一応これで、一通り、まあ初期のカスタムはね、終了になるかなというふうに、思います。まあね、コロナのこの騒ぎがね、4年間ぐらいありましたかね。まあこの間にね、それなみに東京に4年間帰らなかったわけなんですけれどもね、まあ本当にね、たくさんの親戚、まあ特におじいおばですね、はい、亡くしましてね、でまあそうですね、最後にやっぱりそれぞれのおじいにもおばにもね、会っておきたかったなっていうね、後悔だけが残るんですけれどもね、先日ですね、また新たにちょっと一つ分かったことがありまして、そのことについてね、ちょっとだいぶいろいろ考えさせられました。はい、ということでね、今日はそんな話をしながらね、もう今日は夕方ですのでね、はい、帰ろうと思います。8月にですね、東京に帰りまして、空波のね、父親の17回忌、それから、僕の祖母ですね、おばあちゃんの33回忌を一緒に、させていただいてまいりました。まあもうね、さすがに、この時期というのもあるし、もうさすがに17回忌と33回忌ですからね、まあ親戚を呼ぶっていうようなことはね、もう親戚の皆さんもね、みんなおじおばは、年がね80超えてるような人ばかりですからね、もうそんな真夏にね、暑いお寺に集めてっていうこともね、どうかと思いましたんで、まあ空波と空波の家族だけでね、法要をね、取り行わさせていただいたんですよ。まあただ、ずっと親戚にね、黙ってるわけにもいきませんから、まあ空波がね、一番こうなんていうのかな、話しやすいおばっていうのがいまして、そのおばはね、空波の父親の同じ母親から生まれた娘なんですけどね、まあというのもうちの、祖父はね、まあ3人の女性に、まあ、同時進行で子供を産ませていったような、まあとんでもないアンポンタンですからね。はい、そういうことが起きるわけなんですけれども、まあ唯一ね、同じその、僕のおばあちゃん、直系のねおばあちゃん、から生まれた子供っていうのは3人いるんですけども、2人が男で、まあその弟の方はね、うちの父親の弟の方はもう亡くなっておりまして、うちの父親ももう死んでおります。でそうですね、その妹が1人生きていますので、一番話しやすいね、その父親の妹のおばさんにね、電話を入れさせていただきました。まあ僕は本当にですね、おばあちゃん子で、母親に全く愛情を注がれませんでしたのでね、その代わりおばあちゃんに非常に愛情を注いでもらって、本当におばあちゃんにはですね、感謝をしているんですね。でそのおばあちゃんと面影というかそっくりなんですよ、そのおばさんがそっくりでね、本当にそれだけでも話しやすいし、でそのおばもね、本当に僕のことをですね、いつも気にかけてくれて、いたおばなので、本当にね、まあ、そのおばだけには言っておかないといけないなと思って電話をね、させて、いただいたんですよ。はい、そしたらですね、そのコロナっていうのもあって、まあ、みんなそうなんですけどね、わかんないです、僕が三重にいるからね、言わないのか、まあ、僕のことがあまり親戚が好きじゃないのか、まあ、もうわかりませんわかりませんけれども、まあ、誰にも言ってなかったんだと、お前だけじゃなくて、誰にも言ってなかったんだけれども、実はね、そのおばさんの旦那さん、まあ、僕にとってはおじですね、おじが、昨年のね12月に、亡くなったんだという話をね、聞きました。びっくりしてね、って思って、なんで亡くなったんですかって聞いたら、まあ膵臓がん、ということでした。で、まあ、時期はですね、ちょうど僕ががんをね、見つかったのが、まあ去年の、そうですね、3月ぐらいだったんですけれども、まあ、ちょうど同じ時期にね、がんが見つかったらしいんですよね。
で、その1年ぐらい前に体調が悪いっていうことで、まあ、全身調べたらしいんですよ。そしたらどこも悪くないって言われて、でやっぱり1年間ぐらいずっとね体が不調で、そしてもう1回、2年後ぐらいにもう1回診断全部体見させてもらったらいいんじゃないですかって医者に言われたらしいんですけども、まあちょっと体調がね、悪いんで、まあ、3箇所に見てもらったっていうんですよね。体調が治らないっていうことで、その1年後ぐらいにね、まあ、去年の3月ですか、はい、診断を受けたらもう末期がんで余命3ヶ月と、いうふうにね、診断をされたということなんですよね。まあ、それからね、いろいろ抗がん剤とかをね、試して、おじさん9ヶ月生きたみたいですね。はい、で、まあ、昨年の12月かなに、亡くなったと、いうことでした。本当にね、うちの父親が死んだ時にも本当に力になってくれてね、お葬式もお通夜もお手伝いをしてもらったし、ちっちゃい頃からね、本当にサワガニ取りに連れてってもらったりとかね、クワガタ取りに連れてってもらったりとかね、そのおじちゃんとの思い出っていうのはね、すごくこう本当に一生忘れないだろうなっていう、鮮明に残ってる記憶っていうのがいくつか、あってですね、まあ、僕にとっては、そうだな、小さい頃に最も親しいっていうか、可愛がってもらった、おじだったんじゃないかなっていうふうに、思ってましてね。で、まあ本当にね、亡くなる前にね、おじちゃんに、僕は会いたかったですね。会っていろいろ話をしたかったですね。で、僕はいつも、こうもうね、亡くなるんじゃないかっていうようなね、死のまとこに着いた方のお見舞いに行きますとね、僕はいつもねその人の足をね、マッサージするんですよ。で、おじちゃんの足をですねマッサージしたかったですね。もういつもご苦労様でしたと、本当に、この一生ね、ご苦労様でしたっていう気持ちを込めてね、ずっと足をねマッサージさせてもらうんですけどね、それをしたかったですね。で、そのおばさんに電話した時にね、まあ、おばさんもその子供は2人いて娘なんですけどもね、まあ、1人は僕の2個下かな、はい、で女の子なんですけれども、1人はその僕と同じ府中東高校のね僕の後輩なんですけどもね、まあ、その、まあ、やっぱり、いとこが僕いとこ何人かいるけど、やっぱり一番高校も同じだということでね、ちっちゃい頃も一緒に遊んだことも結構あるということがあって、一番話しやすいいとこなんですけどもね。で、娘2人しかいないので、まあ、息子がいないということもあってかもしれないですけどもね、まあ、僕がその電話をしたときにですね、もう、おばちゃんやっぱりこう感情のなんていうかな、尾がこう切れたというか、ずっとね一からもう本当に事細かくね、多分僕にそんな話をしたら迷惑だろうっていう気持ちもあったんだろうけども、多分それを抑えきれないぐらい、僕に話を聞いてほしかったんじゃないかなって言って、本当にがんが発見されてから死ぬまでの間のね、描写をずっとね、僕に、物語としてね、聞かせていただきました。はい、でそのやっぱりね、物語を聞いてね、僕はですね、おばちゃんがね最後に本当にがんが見つかってからね、まあ、3ヶ月って言われたんだけども、頑張って9ヶ月ね生きて、くれてね、たんだけども、本当にもう私たちにとってはね、短い娘と私にとっては短い間であっという間にね行っちゃってね、本当にあれしてあげればよかった、これしてあげればよかった、ここ連れて行ってあげればよかった、これ見せてあげればよかったって、これ食べさせてあげればよかったっていうことがね本当にたくさんあってね、今はもう後悔しかないんだと、いうようなことをおばちゃんがね、言っていたんでね、僕は、一つね、僕もその時おばちゃんにはね、僕が昨年同じ時期にがんになったってことは言ってなかったんでね、
おばちゃんに改めてね、実はねおばちゃん、僕もねおじさんと同じ時期にがんが見つかってね、幸い僕の場合は手術ができて、今もこうやって働いてね、いるんだけれどもね、ただ、そういった経験をした僕だから言うんだけれども、おじちゃんにとってはね、その9ヶ月間っていうのは、本当にね充実したね長い、9ヶ月だったと思うよって、僕は言いました。人間ってね、子供の頃、生まれた頃、ちっちゃい頃、本当に1日って長かったんですよね。おばちゃんもそうだったでしょ、僕もそうだったんだけども、で小学校の6年間っていうのはほとんど永遠のような時の長さに感じたでしょ、おばちゃんもそうだったんじゃないですかねって、人間って自分の、死っていうものを間近に意識した時からですね、時間の流れっていうのがめちゃくちゃゆっくりになるんですよ。まあ、つまり、おそらく人間って、生まれた時は時間の流れがすごくゆっくり流れていって、だんだん大人になるにつれてね、それが早く感じるようになって、死ぬ本当に自分が死ぬというふうに実感した時にですね、急ブレーキをかけてですね昔の時間の流れに、戻るものなんだろうと僕は思ってるんですけれども、本当にね、僕もがんになって本当に1ヶ月がね1年のように感じましたからね、はい、本当にそのぐらいに感じました。で1日がね10日ぐらいに感じるんですよ、感覚的には。はい、ですからね、その、まあ、おじさんにとってはね、たった9ヶ月間、周りの家族、娘さんとかね、おばさんから見れば、たったの9ヶ月だったかもしれないけれども、おそらくおじさんにとってはですね、本当に長くて充実して、娘と奥さんにね、囲まれて、本当に幸せな時間を、とっても長い時間、味わって、本当に満足して、天国にね、旅立ったんだと僕は思いますねって、いうふうにね、思いました。はい、で、おばさんとね、娘さんはね、本当に、お父さんがもう嫁行くばくもないっていうふうに分かった時にね、お父さん旅行に行きたい、それとも お父さんの生まれ故郷の九州に帰りたいって、聞いたらね、やっぱりおじさんはね、九州に帰りたいと、言ったみたいなんですよね。で家族みんなで、九州に連れて行ってね、はい、楽しい時間を過ごして、はい、そしていつもね、入院しても入院しなくても娘たちも会社とか仕事を辞めてね、父親に寄り添ってね、一緒に過ごしたそうです。もう本当素晴らしいなと思いましたね。まあそしてね、おじさんが、いざ亡くなった時にはね、おじさん家はね、マンションなんですよね、うちもそうなんですけど、マンションなもんでね、こう大声で、娘とね、おばさんと、泣くわけにはいかないと、周り近所に迷惑がかかるからね、ということで、3人でね、カラオケボックスに行ってね、お父さんがよく歌っていた、歌をね、カラオケで、かけながらですね、大声でね、3人で泣いたそうです。で、その話をね、聞いてね、本当にね、悔しいですけどね。おじさんは本当幸せ者だったなってふうに思いますね。こんな奥さんとね、こんな娘たちに、囲まれてね、最後の9ヶ月間、そして今までの人生の大半をね、共に、こんな家族と過ごせたっていうことはね、本当におじさん幸せだったんだろうなって、改めてね、思いました。これで、僕にとってのね、父方の おじ、は、全員亡くなりましたね。はい、そのコロナの間にも、3人亡くなっておりますんでね。はい、であとはおばが、その先ほど言ったおばと、もう一人、ですね。でもう一人はね養女なので、ただその養女のおばもね本当にねいい人でね、本当に僕に優しくしてくれるんですよね。で、親戚ってね、本当に子供の頃とか若い頃はね鬱陶しくてね、
こんなもんなくてもいいやって、こんな親戚付き合いなんていうのはね、なくてもいいんだと、鬱陶しいんだというふうにね、僕も思ってたんです。はい、でもね、年を取ってみるとね、改めて分かりますけれどもね、血のつながりというか親戚っていうものはね、本当にありがたいものだなっていうことが身に染みました。まあ本当に自分の家族とか以外でね、僕のことを気にかけてくれたりするっていう人がね、いるっていうことはね、こんなにありがたいことなんだろうなっていうことをね、改めて、電話をしてね、おばちゃんと2時間ちょっとぐらいかな話し込んじゃいましたけれどもね、本当に、僕自身もね、ちょっとそのおじちゃんのね、不幸ということの聞いたショックもありましたけれどもね、そのおじちゃんの亡くなるまでのね、物語をずっとこう聞かさせていただいたらね、何かこう、おじちゃんの気持ちになったような気持ちになってね、すごく幸せな気持ちっていうのがね、こう湧き上がってきました。ですのでね、僕もね、いつ死ぬか分かりませんけれども、僕が死んだ後にはね、ぜひ、僕の妻や子供がね、泣いてくれるような父親でこれからもね、ありたいなというふうにね、思いました。